百獣の竹井マインドさん、竹井さんこんばんは。先日仕事で大きな失敗をしたと思う出来事があったんですが、その時言った同僚 A はあの状況なら仕方ないし問題ないよと言われました。個人的に腑に落ちず、それを同僚 B に話すと、どうでもいいことで落ち込んでるね、もし A の立場なら自分がやったことをどう思うと聞かれハッとしました。竹井さんは今まで自分にとって大きな失敗と思うことも、他人にとってはどうでもいいと思うような出来事はありますか。ないない、うん、失敗なんて別に何とも思ってないから、それ失敗するし、でもまあ失敗したら人生終わりって言われたら、もう仕事なくなるとか言われたらちょっとあれだけど、失敗すんじゃん誰でも、全く気にしてない俺は。大きな失敗してもまあしょうがない、申し訳ないって言って、もう皆さんお謝って、次は必ずやっつって、はい、失敗するまでが結構大事だよね。だからグダグダやってて大した努力もしなくて失敗するのか、もしくは猛烈に努力を積み重ねてはいるんだけれどもやむを得ず失敗しちゃったのか、だから後者だったら誰もが許すでしょうね、うん、だからその失敗を犯してしまう過程に周りからの信用があるのかないのかだと俺は思うので、だから、まあ、周りの人が問題ないよって言ってくれるんだったら、今までのあなたの活動がそんなに良くないものではなかったっていうことだと思うから、いいんじゃないのそれで。まあでも自分の中で内省して、二度と同じことを繰り返さないような能力を身につけようっていうふうに頑張るのがいいんじゃないかなと思っております。はい。